皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは購入品開封紹介の第34回目ですね。はい、その中身はと言いますと特撮ということで、本日はゴジラの書籍のご紹介ということになります。どうぞよろしくお願いします。はい、というわけで、こちらなんですが、こういう本昔見たことがあるというね方多いんじゃないでしょうか。今から遡ることどのぐらいでしょうかね。ちょっと見てみますと、ですね、これですね、1992年となってますから、32年前、もうそのぐらいになるんですね。32年前に出た本ですね。この頃ですね、このこう同じような想定で、ここに裏にありますけども、こちらですね、ウルトラマン研究序説という、本がすごく大ブームになったんですよ。で、その頃に出た、本ということになるかなと思います。ゴジラというものについてですね、こういろいろ読み解いてみようという書籍になるわけですね。はい。で、それがですね、当時、会話したんですよ。で、その後、どんどんこの時間とともにね、安くなっていってということではあるんですけど、今回ですね、なぜこれを改めて買ったかというと、実は確かにもうすでに一冊持ってるはずなんですけど、ずいぶん前に買った時ですけどね、これがね、なかなか驚きの、220円っていうね、最初770円が300円になり、ついに220円になったっていうね、そもそもは1300円の本っていうね、ことなんですけど、いや、それでもね、持ってるしなとは思ったんですけど、なぜ買ったかというとね、ちょっとここなんですよね。先ほども出ましたけど、この初版というところで、買っておきました。帯もついておりましたし、状態も非常に綺麗かなと。ここがね、焼けてるのかどうかがちょっとよくわからないんですけど、それにしても安いかなというところで買いました。で帯の方を見ますと書いてますね、ゴジラ、ウルトラ Q、そしてブレードランナーっていうね、全然どう結びつくのという感じですけども、あの映画のね、ハリソン・フォードですよね、の映画なわけですけども、で、なぜゴジラは変容し続けてきたのかですね。で、さまざまなね、著名人のお名前があるわけですが、で、実際当時読んだ時、まだね、32年前ですから、まだ10代だったんで、非常に難しかったのかな、結局最後まで、ね、読めなかったんですよね。で、改めて読んでみようかなということに、今回慣れましたけどね、変えたんでね、きっかけになったんで。で、その、ちょっとこう、目次等を見ていけたらなと思ってます。ゴジラの論理ですね。解釈学の記載が説く、ゴジラの時代研究序説ですね。怪獣の破壊についての面白深読み学。表紙を飾るのは、キンゴジですね。なぜ金吾寺なのかは分かりませんけど、ひょっとしたらこの本が出たのが92年、そして、言えば金吾寺の30周年という意味で金吾寺だったのかなと。1962年なんで、金吾寺がね。で、その30年後で92年の発売。だから、それで金吾寺なのかなというふうには思います。で、裏は何かな、書語字っぽくも感じますけど、はい。で、ですね、あなたにとってゴジラって何ですかと。昭和29年、ゴジラはなぜ日本を襲ったのか。なぜゴジラの後ろ姿には悲しみが漂っているのか。平成元年、なぜ再びゴジラは日本に上陸したのか。ウルトラ Q とウルトラマンの決定的な違いとは何か。ブレードランナーの示す未来とは何か。ですね。で、前書きより一応抜粋されてるんですが、ここ数年ゴジラについてあれこれと考えてしまうようになった。何かが変わっていくのである。何かが確実に失われていくような気がしてならない。ゴジラの遠い記憶の風景には一体何が見えたのだろう。失われつつあるゴジラという、一時代の様式について調べて述べたいですかね。そして過去から現在に至るゴジラやウルトラ Q の怪獣たちの系譜をたどりたいと思う。
もしできれば愛情を持って一つの時代を駆け抜けていった怪獣たちと共に自己の源泉に遡る時間を見出していただきたい、ね、面白そうですよね、はい。でまあ表紙がありまして前書きがありまして目次としてはですね、この章立てなんですけど、あのそもそもウルトラ Q も載ってるんです、これね、どうやらね、はい、まあゴジラとその時代ずっと来まして、失われたゴジラを求めて、そして、第一部を締めくくりにあたって、で第二部がウルトラ Q 世代ずっとあって、新しい世代の誕生、そして第三部がレプリカントの時代ね、という構成になってるんですよね。で92年っていうといつ頃かなということなんですけど、ここを見るとわかるんですけど、これね、不評として、ゴジラとその時代というのがありまして、まあ、ずっと載ってるんですけど、どこで見たらわかるのかな、あ、こうですよね、はい、平成元年のこの VS シリーズとして、ゴジラ対 VS ジビオランテが来て、そこからですね、ちょうどゴジラ VS モスラですねの頃ですね、はい、に、出た本ということですね。だからその VS シリーズとしては油がガッと乗り切ってる頃に、まあいわばゴジラブームがまた来てる頃ですよね。ちょうど90年代っていうと、あの30年前のその文化のリバイバルブームっていうのがまた来た時代で、今またレトロブームは来てますけど、ちょうどだからグループサウンズとかも30周年でとかね、そういう30周年じゃないな、60年代のリバイバルブームっていうのがね、ずっと乗っかる時代だったんですよね、その90年代っていうのはね。他にも例えば、ウルトラマンクラブとか仮面ライダークラブとか、そのちょっとこうディフォルメされたキャラクターたちのがこういろいろ商品展開された時代でもあったし、やはりこう注目された時代だったんですよね、うん。でこの本を書かれてる方っていうのが、この方なんですね、小林豊正さんという方でですね、この方はだからどういう方、研究論文を書いてますが、日本文学、特に昭和の文学を時代考証、昭和の文学を時代考証学解釈学の方法を用いて専門に研究なさっている方という方ですね。お花方の方もね、あのかなりのお年にはなられているのかなと思うんですが、はい、ということですね、はい。まあね、改めて読んだら、ひょっとしたらその例えばシンゴジラとか、ゴジラマイナスワンとか、まあそこにこのつながっていくようなというかね、まあ、全然こうその当時には存在しないこの後の未来の映画の話ですけど、ひょっとしたら通じるものがあるかなっていう思ってね、その辺もちょっと楽しみなんですけどね。そしてこの帯の裏面ですね、先ほどちょっとウルトラマン研究所説の話もしましたけど、それがものすごく売れたんですよね。それも当時あの買いましたけどね、35万人読者が歓喜した大ベストセラー、ウルトラマン研究所説ですね、はい。再びウルトラマンブームを巻き起こしたベストセラー、怪獣に家を壊された場合どこに損害賠償請求をしたらいいのか、ウルトラマンに倒された怪獣の処理はどこがやるのかなど、若手学者25人が科学特捜隊の組織技術戦略を真面目に検証。まさにこのあたりっていうのはあれですよね、例えば映画で大怪獣の後始末っていう作品がありましたけどね、まあ、であり例えばシン・ウルトラマンとかね、まあ、通じるところもある面白い本が改めて見たらおうおうって思いそうな気がするんでね、またそこを見ようかなと思いますけどね、はい。というわけでして、本日はですね、この1992年に発売されましたゴジラの論理という本のね、ご紹介でした。またね、読んでご紹介追加できればなと思いますけどね、よければ、古本屋さん等で調べてみてください。おそらくあると思います、はい。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。